イブ、こっち来てください。何かいい知らせ？はい、そうです。滝の装備のカスタマイズ作業が終わりました。イブ、これからは彼女の武器とスキルを使えるようになります。本当に？そんなことができるなんて知らなかった。さすがね、リリー。きっと滝も喜んでくれるはず。ありがとう。エブ、リリー、マトリックスイレブンで手に入れたレガシーを確認してみないか？ああ、そうだった。まだ見てなかったね。持ってくるよ。うん、早く見てみよう。今度は何が記録されてるのか知るのが少し怖い。第二次降下作戦より52日、記録後、レガシーアカウントレイブン、生存者は私一人。真実はいつだって残酷なものだ。研究所の記録とともにレギオン兵の記憶を回収し分かったことがある。私たちはマザースフィアの指示に従い続けてきた。マザースフィアは我らを導く救世主であり神のはず。しかしながらマザースフィアは人類が作り出したただの人工知能に過ぎないことが分かった。どうやらラファエル・マークスという名の技術者が大昔に作り上げたもののようだ。マザースフィアは人類に繁栄をもたらしたが、やがて自らの分身といえるアンドロエイドスを生産し始め、それまでの考えを改めた。人類の限界、そしてアンドロエイドスの可能性を知り、マザースフィアは人類を見限ることにしたのだ。我らの神は人類の神ではない。そんなものをなぜ我らはこうして崇めているのだ。もう訳がわからない。知れば知るほど新たな疑問が生まれる。私は一体何を信じればいい。マザースフィアが作られた存在だっていうの？私たちが生みの親だなんて。なら、なんで私たちを滅ぼそうとするの？こんなの全部デタラメに決まってる。どう考えてもおかしいよ。だが、どんなものにでも作り手はいるものだ。俺たちにも。なんてこと言うの？そんなの神への冒涜だよ。信じらんない。すまない、言い過ぎた。だが時に真実は残酷だ。少なくとも地球の生き残りにとって、マザースフィアの加護などもやかしだよ。お前たちにもいつかわかるかもな。何それ？リリー、アダム、こんな断片的な情報だけで判断をするべきじゃないと思う。それはそうかも。ごめんなさい。もっと情報を集めないと。アダム、アビスレボアまで連れてって。じゃあ準備はいいか？いつでも出発できる。
クソ、エンジンが砂を吸ってダメになってる。ここからは歩くしかない。それでも構わないか？問題ない、ドローンでサポートして。ああ、任せろ。私もいるから安心です。